ここがムアラニの故郷の流線の州だな。へえ。言っただろう、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか？これでこそバカンスって感じ。素敵ね。にぎやかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎日が祝うべき日なんだ。あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コランチェ広場、選択肢はいっぱいあるけど、やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか？恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。ムアラニー。え、誰？アテアおばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。二人とも灘に来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。はじめまして、私はアテア、ムアラニのお隣さんよ。今回の帰化聖夜の巡礼じゃガチーナに負けたんだって？あとちょっとで勝てたって。ほんと悔しいな。でもカチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子すごく強いもん。そんなことより温泉温泉。アテアさん、一緒に入ってくるからまた後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。あ、ちょっと待ってて。待ちなさい。温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ。え、何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して、慣れたら天然温泉に入れるってね。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？この人たちは強いし、あの程度のお湯大したことないと思うけど。温泉を舐めるやつはみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近の天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもしれない。ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし、気をつけた方がいいと思うぞ。用心するに越したことはないわ。私がいる限り危険な目に遭わせたりしない。ムアラニ、まずはお客さんたちには人工温泉に行ってもらいましょう。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど小細工は通用しないわよ。
後で人工温泉も見回りするから、もしもあんたの姿が見当たらなかったら、もう家で料理を振る舞ってあげないから。わかってるってば。そういえばアテアさん、体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。じゃなきゃこんな人数の面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーら、チビども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい、今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。おばさんは流星の州では知らない人がいないほど伝説級にすごい人なんだよ。私がコメウを手に入れる前からおばさんは有名な戦士だったの。流星の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。あ、エンジン様もそう。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。それでそれで。でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に腹部を貫かれたの。救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、もうこの先温泉には入れないって医者に言われたのよ。お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。一見わからないよね。アテアおばさんは怪我の話なんてしたことないし、それにたとえ自分が入れなくても、もっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。これも尊敬してる理由かな。さて、この話はここまで。温泉に連れてってあげるね。もしおばさんが先について私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。なるほど、いいアイディアだね。気に入った。な、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。おーい、アミナ、ヒクエル、マロカン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉、覚えてるだろ？以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。だからアテアさんのために内緒であの廃温泉を改造してパーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって
私たちの心血が注がれてるからね。気に入ってくれると嬉しいな。それから君たち、パティアさんにサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないでね。アビズはいつ襲ってくるかわからないから、警戒は常に怠らないようにしなくちゃダメだよ。安心してくれ、気をつけとく。それじゃあ先に行ってくるぜ。ムアラニ、後で廃温泉でお茶を。私もこれで失礼するね。楽しんできてちょうだい。やっと温泉の時間だ。水着はバッチリ用意したから、更衣室まで案内するよ。あったかくて心も体もリラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。ほんとか？オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたから、ここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。ちぇ？さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから、天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに、あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり温泉に流したりするんだから、私が見ていなくたってもうそういうことはやめなさいね。分かってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって、現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど、大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。ちょっと食べ過ぎたみたいだけど。体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改装しに行くから、君たちにはついて行ってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。え？うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。オイラたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。
それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よし、いざ出発。ムアラニ、なんでお客様で連れてきたんだよ。手伝いに来たんだぞ。え、そんなのダメだろう。大事なお客さんを働かせるなんて。まあまあ、二人もこう言ってくれてるんだし、気楽にやろうよ。改造し終わったら打ち上げを開こう。どこから始めようかな。温泉の湯の出口が詰まっちゃってるみたい。取り除かないと。隅っこのボロボロの箱も捨てるべきだね。カビ臭い。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから、値引いてもらうのも忘れないでね。え、値段交渉は苦手だぞ。お前が行ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち3人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。やっはー、繁盛してる？ムアラニじゃありませんか。ヒコセイヤの巡礼に参加してきたんですか？うん、でも今年はダメだった。まあ試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さて今日は何を探してるんですか？じゃじゃーん、はい、これリスト。ねえ、今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん？パーティーでも開くんですか？そうだよ。し、ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉パーティーを準備してるの。アテアさんはもう温泉に入って大丈夫なんですか？よかったですね。そしたら装飾品はおまけで、布地と木材は2割引き。いかがですか？もう一声。あの木材、前回見た時からずっと隅っこに置いてあったでしょ。早く処分しないとカビが生えちゃうよ。はいはい、はあ、本当にしょうがない子ですね。住んでくるからちょっと待っててちょうだい。ムアラニやるな。へへん、任せてよ。そうだ、ねえねえ、ここにある石って売り物かな？興味があるんですか？それは安くないですよ。わかってる。これは値切らないから分けて包んでよ。ううん、カチーナちゃん、こういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて、カチーナちゃんが買って帰ってきたらプレゼントしようと思って。きっと気に入ってくれると思うよ。お待たせしました。漏れはないかしら、確認してくださいね。どれどれ。ん、ジュースが一箱多いけど。ああ、それはおまけです。お代はいりませんよ。7年前、集落にアビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんは何もいらないと言ってくれたけど、この恩は忘れません。アテアさんによろしくお伝えくださいね。楽しいパーティーになりますように。絶対に最高に賑やかなパーティーにするから安心して。ありがとね。買い物終わり。じゃあ戻ろっか。ただいま。片付けの方はどう？わあ、だいぶ綺麗になったね。詰まりもなんとかできたんだ。お見事。当たり前だ。そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。そっちはどうだ？全部買えたか？えへ、いろいろ買ってきたぞ。
洞窟の入り口に置いてある。よし、あとひと踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。私がやるから君たちは少し休んでなよ。旅人、ちょっと手伝ってくれる？戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵を描いて、お菓子と飲み物をあっちに用意して、どう？悪くないでしょ？ほう、ムアラにやるじゃんか。うちのお店のこともやってるからね。こういう手入れとか整理整頓には自信があるんだ。もちろんみんなの協力あってこそだけど、でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。今夜は無理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろ。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はアテアさんが担当なんだ。そっか、じゃあサプライズは明日にお預けだね。うん、帰っていいかもね。夜間のパトロールが終わって疲れてるところを温泉に誘ったらきっと喜んでくれるよ。じゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。宿まで送ってあげるね。ゆっくり休んでね。また明日。また明日な。おやすみ、ムアラニ。ふぅ、今日はたくさん歩き回ったから疲れたぜ。明日の温泉パーティーに備えて今日はしっかり寝ないとだな。早く中に入ろうぜ。警戒してくれ！くそ、よりによってこんな時に。なんか外が騒がしいな。旅人、パイモン、起きて！モアラに、どうした？うわぁ、どこから魔物が湧いてきたんだ！アビスが襲ってきたの。パトロール隊が魔物と激しくやり合ってる。ついてきて、安全なところに連れてくから。ムアラに手を貸して。もう無理かも。まずい、すぐ行くから。本当ありがとう。いつか一緒に戦いたいなって思ってたんだ。もうちょっと耐えて、今助けに行くから。この辺の魔物はほぼ片付いたみたい。君たちがいてくれて助かったよ。私一人じゃもっと時間がかかってた。でも今夜の襲撃はこれで終わりじゃないって気がする。一体どこから湧いてきたんだろう。アミナのところに行って聞いてみよう。アビス関連の防衛については私よりよく知ってるはず。アミナ！ムアラに、それにお客さんたち、たくさんの魔物を倒してくれたって聞いたよ。本当にありがとう。対策はしてるつもりだったけど、どうしても人手が足りなくて、魔物が防衛線を突破して集落の中まで入ってきたの。幸い今のところ死者はいないみたい。アビスはどこから侵入してきたの？東から。アビスの教門の位置は特定できてるけど、そこを攻めるのに十分な数の戦士をまだ集められてなくて。アビスの教門って何なんだ？アビスによって作られた扉とでも考えればいいかな。そこを通って魔物は八神の国から地上にやってくる。侵入を食い止めるにはアビスの教門を壊さないといけない。それもできるだけ早くね。魔物が湧き続ければどれだけ強い戦士でも苦戦を強いられちゃう。うん、
私もそれが一番心配。それに魔物の数からして今回のアビスの凶紋は一つじゃない。でも他の門の位置は調べてるところなの。ならとりあえず東側のアビスの凶紋を片付けちゃいましょう。旅人パイモン、もう遠慮なんてしないことにしたの。君たちの力を貸して。もちろんだぞ。花から傍観を決め込むつもりなんかなかったしな。流線の衆を代表して感謝します。よろしくね。時間がないから早速行こう。アミナも気をつけて。ふう、これでいいんだよな。うん、近くに新しい魔物は出てきてないからとりあえずは安全だと思う。こんな襲撃によく会うのか。大変そうだな。大変じゃ大変だけど、先祖代々そうやってきたわけだし、アビスにしてみればこっちが大変だろうがなんだろうが関係ないでしょ。私たちは戦うしか選択肢がないの。さ、帰ろう。お、何見てるの？あっちに何かある？うわ、モアラニ、あっちを見ろ！魔物がいっぱい出てきたぞ！あれ、あっちって確か…待って待って、嘘でしょ！片付けたばっかりなのに！この状況じゃ、あっちに支援に行ける人はいないかも。私たちで何とかしないと。行きましょう。あれ、魔物が減ってきた。みんなもう少し頑張って。アテアさん、どうしてここに。アビスの凶紋は失礼ね。私がここにいるんだから凶紋は片付いたに決まってるでしょ。最善を尽くしたつもりだけど、状況が状況だったからね。あんたたちの大事なものは大丈夫だったかしら。今は話さないで。ひどい傷、アビスの侵食が進んでる。こっちで合ってるか。おい、誰かいるか。ムアラニ、それにアテアさん、どうしたんだ。二つ目のアビスの凶紋が現れたって聞いて駆けつけてきたんだけど。アビスの凶紋はアテアさんが片付けてくれたよ。でも早くお医者さんを呼んできて。いいの、自分の体のことは自分が一番よくわかってる。ここのものが壊れてないならそれでいいわ。それにしても綺麗になったわね。あんたたちがやってくれたんでしょ。いや、実はアテアさんのために。知ってるわよ、私へのサプライズなんでしょ。アテアさん、バレバレよ。普段は会ったら必ず挨拶してくれるのに、今日は避けてばっかりいたから。きっと私に黙って何かやってるなーってすぐ思ったわ。それとムアラに、お菓子はあんたが買ってきたんでしょ。お湯の温度に合わせて選びなさいって前にも言ったのに。その話はいいから、お医者さんが来るまでもうちょっと頑張って。体が治ったらアテアさんの食べたいものを一緒に作ろうね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。あれ、結晶が浄化されてる？いつの間に？風魔竜が苦しんで流した涙だ。僕も
涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。アテアさん、アテアさん、試すって何を？今のって浄化吸収、アビスの力がそぎ取られていってる。マジかよ、こんなの初めて見たぜ。アテアさん、アビスが消えた。うん、そうだよ、旅人が助けてくれたの。旅人は大丈夫なの？今アテアさんの体からアビスの力を浄化してくれたんでしょ。君はアビスの影響を受けてないの？本当に？よかった。はぁ、よかった。さっきは本当にヒヤヒヤしたぜ。よし、みんな、今日は帰ってゆっくり休んで。明日またここで集合しましょう。アテアさんの体が治ったことと、アビス撃退を祝して。そして何より、旅人とパイモンへの感謝を込めて、明日は盛大にお祝いしましょう。それじゃあ解散。おい、よし。君にあんな力があったなんて。おかげで本当に助かったよ。オイラもお前にアビスを浄化できる不思議な力があるってことを忘れてたぜ。モンドでもトワリンの涙を浄化したよな。さっきはお前がいてくれてほんとよかったぞ。お？暗い顔してどうしたんだ？お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ。ぼーっとしてんだよ。オイラは眠たくて目も開けてられないぐらいだぞ。考え事なら明日でもいいだろ。若い子たちと遊ばないの？お菓子が口に合わなかったかしら？それとも温泉が熱すぎた？ってわけでもなさそうね。昨日はあんたがアビスの力を浄化してくれたって聞いたけど、もしかして何か気づいた？ああ、もう少し黙っていようと思ってたんだけど、せめてパーティーの間は興ざめになるようなことを言いたくなかったのよ。
でもバレちゃったならしょうがないか。ムアラニ、何？ちょっと散策に付き合ってくれる？アテアさん、どこ行くんだ？何かあったか？なんでもないわ。賑やかだからちょっと落ち着いたところで休んでくるわ。すぐ戻ってくるから気にしないで。お菓子はあっちの箱の中にまだあるから。全部今朝の焼きたてよ。じゃあ遠慮なくいただきます。ムアラに。うん。時間が経つのは早いわね。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あんたが温泉で悪事を働いていたのが昨日のことみたいよ。両親は変わりないの？うん。仕入れのために町を出てるけど。一体どうしたの？なんか変だよ、旅人。君何か知ってるんでしょ？二人とも変だもん。自分の口で言うわ。実はこの頃温泉に入るようになったのは体が良くなったからじゃないの。昨日アビスの教門に一人で対抗したのも、選手として守るべきルールを忘れてしまうほど慌てたからじゃない。この体はもうダメなの。昨夜の洞窟ではこちらの異教の旅人が助けてくれたおかげで、今日はこうやってパーティーにも参加できたけど、おそらくあと数日でしょうね。だから1分1秒でも長く温泉に浸かって、そうしていられる最後の時間を大切にしたかったのよ。ムアラに。人工温泉で私が見ていなかったって、もうそういうことはやめなさいって言われた時、なんとなく悪い予感はしたけど深くは考えなかった。アテアさんに本当に治ってほしかったのに。治るのも死ぬのも私にとって大した変わりはない。どっちも祝うべきことなの。復活を経験したことがないあんたと違って、私は死と窮地の中と言えるほどだからね。友達と会うのは別に悲しいことじゃないでしょ。心残りがあるとすれば、あなたの状況がどんどん悪化していくのをこの目で見ながら、怪我のせいで前線で戦えなかったこと。でもそれもなくなった。命尽きる前にアビスと戦えたからっていうのもあるけど、ウアラに、あんたの姿を見たからよ。流線の衆やあなたの未来をあんまり心配することもないかって思ったわ。あんたならみんなを団結させられる。怪我がなくたっていつかは老いて死ぬ。できることはやり尽くしたつもりよ。あとはあんたたち若者に託すわ。覚えていて、生きている時も死んだ後も私はあんたたちと共にいる。アテアさん、すでにいろいろ考えてたんだね。わかったよ。教えてくれてありがとう。全力で部族とナタンを守るから。アテアさんと同じようにね。私の最高のお手本だよ。ねえ、それから旅人とムアラに、もしエンジン様に会う機会があったらこれを渡してくれる？生涯にわたって私に付き添ってくれたお守りよ。私から彼女への形見分けってところかしら。まだ生きているうちに言うのも変な話だけど、前線で戦ってた時、それは私に幸運をもたらしてくれた。怪我で戦えなくなってからも肌身離さず持ち歩いてたわ。この中には私の思いと意志が宿ることでしょう。そう伝えてちょうだい。
彼女ならきっと意味を分かってくれるはずよ。安心して、絶対に叶えてあげるから。え、伝えたいことはこれで全部よ。さあパーティーに戻りましょう。残りわずかな時間を悲しむために使いたくないもの。旅人アテア、ムアラニー、早く来ないとお菓子がなくなっちゃうぞ。こら、満腹状態で温泉に入っちゃダメって言ったでしょ。ちょっと聞いてるの？人生は後戻りのできない旅なの。心置きなく勇気を出して前へ進めばいい。